こんにちは。バイリンガル講師バックスターです。私が教えるのは文法は分かっているけれども、さらに英語への理解を高めたい方、特に入試で問われる英語力を高めたい方々です。今入試に求められるのは単に英語が分かっている、それ以上のことです。では何かと言いますと、その方の教養であるとか心理学、哲学的内容の理解を問われる問題が多々あります。そのため物事を深く掘り下げて考える力が養われていなければ、英語はできても問題が解けないのです。私は今時事英語を中心に指導しています。世界情勢を英語で学ぶことは、語学を鍛えると同時に広い視野で世界を見る力を養うことにつながります。この時事英語の指導が入試に大変生きてきます。論説やエッセイを読んで思考力を問われる入試問題において、論理構成をつかむ練習は必須です。また日本語でなく英語での論理的な思考力を鍛えることは入試対策に必ず生きてきます。私のクラスでは時事英語をはじめとし、入試問題、長文読解、それらの対策をしています。英語という語学の力だけではなく、思考力を同時に高め、本当に意味のある力を一緒に身につけましょう。